Thank you.
はい、今日はですね、ちょっと暗いな。こっちつけとこうかな。よし。令和6年ね、5月28日火曜日、22時15分回ったところでございます。まだパチンコ屋やってますよ。ジャグラー間に合いますよ。今日8の日やったんで、アローと123ナンバーね、コンパスで予約してね、アローなにわと123ナンバー予約したけど、123ナンバーが予選落ちかな。で、アローなにわが580。ふざけんなよ。もうその時点でいけへんよ。まあ、案の定ね、どっちもジャグラーは入ってなかったみたいね。いかんでよかった。まあ、アローなにわはそもそも行ってもないから。アローヒップスも見に行ってないから、もうええかなと思って。今日はもう、ドーパーは最近弱い。強くない、全然。普段の方がまだマシ。普段ボロ負けして行く店がなくなった時に行くのがアローヒップスみたいなね。もしくは、シカイロ本店みたいな。で、今日ね、一発目はね、何時ぐらいかな ?2 時ぐらいに着いたかな、ナンバーね。マルハン最近ちょっと形持ったから、マルハン行って、マルハンで毎着分2000、2000円で、マイナス4000円。これはあかんなぁと思ってね。もうシカイロエア、ゴスロ行こう思って。ゴスロ行こう思って、通った通路代わりに使ったスロットシアターで2000円使っちゃってるから、もうやってまたあれはやってまたバースデーカードくれたお姉ちゃんがおるから、ついついね、2000売っちゃったよ。合成は125分の1やけど、ビッグにめっちゃ買ってってる台がポンと落ちてて、2000売っちゃった。だからね、もちろん。もう今週でマイナス6000円。そっからやっとね、シカイローのエアーね、ゴスロ専門店ついて、速攻1000円でペガった。今日の初当たり相当して7000円。あそこ500円貸しかと思ったら1000円貸しやるな、ゴスローな。めんどくさい。184枚も出てきやがってメダル、汚い銅メダルみたいな。あれ最初レギュラーやったからね。見っくりやったら、まあいいや。まあ何し今日ね、初当たりが7000円でよかったよ。いや、ほんまに2000円、3000円でいつも抑えたいけど、なかなかペカれへん時はペカれへんからね。で、あそこでちょっとだいぶ長いこと遊んだな、ゴスローで。最初の1000円でもだいぶ遊んだけど、あかんくてまた追加1000円でまただいぶ遊んで、また飲まれて、また1000円追加して、で最後飲まれて、もうええわ。もうええわ、ゴスローだけで10ペカ以上してんじゃうかな、今日は。なんかペカペカしたけど、全然増えへんし。一瞬箱にも入れたけど、飲まれるし。ダメだね。ゴスロ専門店に、まず設定6なんかないから、まず。よくて設定3だから。4でも証なんだから。3どころか、スロット、シカイローのエアーはベタピンちゃうか。マイジャグとか悲惨やで、今、いつ見ても。大概250分の1、180分の1。一番いいので160分の1とか。まあ、まぐれで100分の1とかが120分の1はたまにあるけど、まぐれやからな。いっぱいあるアイムもほとんど死んでるしね。ゴスロはしゃあないな。だからもう尺がない。今日10ペカ取れるかな思って、ちょっと自信ないな。弱い、なんか周りの状況弱そうやし、思った時はゴスロでね。ペカ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 しといて。9000円負けた段階で、ね、やっと、はっと我に返って、あかんかん、こんなことしとったらお金いくらあっても、今日負けてまえやんけよ、ってね。うろうろしたけどね。1、2、3ナンバーやっぱり弱すぎて打てられないな。そのままクラブディスーッと飲まれてったら1000円でペカった。1000円でペカった。まあ、1000円でペカって、残り1枚しかなかった。その1枚よ、ペロンってパッてやったら7が上止まって、よかった、ブドウや、ブドウ漬けた。冗談に7が止まってくれたから、ブドウが抜けたから、まあ揃えるだけど、まあ最初レギュラーやったけど、相当し1万円でレギュラーや。もうあかんわ、もうあかん思ったら、ジャグレンし、ビッグヒーって。おいけんちゃうん、これ。1万取り返せんちゃう思ったら、サクッと止まる。ああ、サクッと止まるかな。いや、ちょっと遊んだんやったかな。まあまあ、こんなぐらいやって、ミミズ運動しててね。で、最後、もう200ちょい回してビッグ、200ちょい回してビッグで。だからビッグ揃えるたび飲まれ、1000円追加し、飲まれ、2000円追加し、飲まれ、みたいな。で、最後、総投資1万5000円でビッグ3連したんでね。111ゲームでもうパッとやめて。
サクッと流して、520枚ぴったりにして流して、1万円回収。だから今日は総投資1万5千円ね、回収1万円でございます。マイナス5千円で済みました。よかった。もう危なかったよ。今日ボロ負けしたらもったいぶん危なかった。で、今月16勝10敗1分けね。まだ6万3500円ですからね。99,500、あ、ギリギリ10万まだいってないな。よかった。もう10万も負けたくないよ。ジャグラーなんかで。お願いしますよ。本当にね。もう皆さんの力が必要です。もうね、チャンネル登録、高評価、ね、コメント、ね、お願いいたします。名前入り恥ずかしい論争ね。恥ずかしくないです。全然恥ずかしくないです。俺の両隣座りじじいばばあなんかもっとペカったまま何十ゲームも回してるから。全然恥ずかしくない、名前入りなんて。ただ右隣の今日右隣のあのじじい、名前入りレギュラー3回ぐらいしとったで。しかも、俺座ってんのに、座ってんのに、俺のここのところに自分のメダル置いて、こっち来ようって、おったんみたいな顔してる。いや、おるし、俺座ってるし、何してんのこのおっさんみたいな。もうそんなじじいばっかりなんだから、もう南のゴスロ専門店なんてね、もう年金ね、年金もしくはね、国の年金。ね、生ポの奴らがばっかりなんだから、あのとこ。物事な、今日雨で濡れてたから余計やったけど、めっちゃ臭かった今日。あれはあかんわ、もうあれ、もう呼吸できへんわ、あんな。やばいで。じじいでも体、臭すぎるぞ。で、タバコ吸って持ってきたら、もうさらに輪をかけて臭い、ね。うえーって、もうあれ、ダイエットにね、歯科医のゴスロ専門店はダイエットにね、お腹空いてる時行ったら食欲なくなるから、食欲を捨てるからまして。もう飲み物も飲む気もせえへんので、もうげんなりしたわ、もう。こんな感じやな。まあ、他の店もせえけどね。まあ、南の客層悪いな、マジで。じじい臭いやつ多すぎる、マジで。マルハンの新刊にもおるからね、そんな臭いじじい。臭いのにタバコ吸ってもっと臭なって書いてきようね。ほんまに臭いね、マジで。俺もじじいやけど、俺以上に臭いからね、じじい、マジで。お前風呂入ってんか思いながら。あれはなんなんやろな。まあかなわ。まあ、クラブ D はその点ね、そういうじじいは少ないね。ありがとうございましたのお姉ちゃんらが見張ってるからね。そんなじじいでも近いねん。ただ、くっそあげ多すぎて鬱陶しい。わー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 、ま。あのね、スロパチステーションのコーラがね、わー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 、で、あれは撮影だから、あれ演者だから、わー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 、わずとやってんの。ね。お前ら素人なんだから、周りに迷惑かけないように、おとなしく打てよ、マジで。もう、うわーって叫んでる奴らは、もう、出禁にしたらええねん、あれ、マジで。うるさいだけやで、ばよ、ほんま。あとね、まあ、このチャンネルのね、説明欄のところにね、大連ちゃん1万ペカって書いてあるけど、1万ペカやから1万万ペカとは書いてないと思うねんけど、1億ペカなんかするわけないだろう。まあ、ただ1万ペカまでは、動画上げていこうかなと思って、今9000ちょっとあるのかな、動画がね。まあ、ここでも合わせてやから、全部が全部じゃないけど、でも逆に言うと、ペカはもう下手したらもう1万ペカいってるかもしんないけどね。まあ、1万ペカまではやります。まあ、1万本以上はやります。あと何があったかな。あ、そうそう、ジャグラーはもうレバー叩いた時点でもうね、当たりか外れか、ビッグかレギュラーかも全部決まってるんで、ね、武道かリプレイかね、外れか、ベルか、ピエロかもね、全部決まってるんで、下手したらね、バー狙って、1枚、さらに、回さなあかんでしょ ?1 枚損するよりもね、名前入りの方が1枚お得かもしれん、考えようによっちゃ。まあ、チェリーやったら2枚取れるからっていう、あれなんやろうけど、ね。チェリーじゃなくて単独やったらどうすんのよ。で、単独とか数えてる、ブドウとかあんた数えてるけど、数えてるんだらもっと早く見てたら、マジで。もう残つ、合成も悪いね。もう僕も、明らか設定1もない、どこまで追うねんみたいなやつおるでしょ。ブドウがええからか知らんけど。何のためにブドウ数えてんの、っていうか、アイブでブドウ数えてるから、ね。設定6だからあるわけだろ。ほんまに。まあ、マイジャグとかでも数えるやつおるけど、数えてる割には180分の1とか200分の1なんて持っかけとけよ。どう見てもそれあかんやろ、みたいな。
じゃあれはやめ時を判別するもんであって、設定をね、追っかけるためにそんなことやったら、お金なんかいくらだったら、もう設定、あ、これ6やな、1やなとか、なんとなくぼんやり、ぼんやり、どうせぼんやりしかわからないけど、分かってきた頃にはもう3万ぐらい突っ込んでんねんから。あ、俺もだいたいそれで負けてる。ね、最後258まで回そう思うから、無駄にメダルを使ってね、お金減らすのよ。だから今日111ゲームやめ。さあ、あと170近くまで、次、パッサとおっさん回してたけど、ペラってなかったのは確認した。あんなビッグに寄っててね、合成もあるなって、レギュラーも400分の1以下になってるような台ね、もう、なんで座るん、ね、その前ビッグ 7連続ビッグぐらいよ、うん。で、しかも最後ビッグ3連してんのよ。で、111やめよ。そっからまだ打とうっていう、その神経よ。まあでもああいう人らがおるからね、その分こっちに回ってくるからね、もうどん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 ね、そういう人らをね突っ込んでいただけたらと思います。ちゅうことでね、みんなが負けてくれるからね、負けが少なくって済んでると思うのでね、それよりもね、皆さんにお願いがあります。もう一度言いますね、チャンネル登録、高評価、コメントね、コメント何でもいいですよね。で、あとね、余裕のある方はね、概要欄からチャンネル視聴料とね、うちの猫ちゃんがね、すごく調子悪くて、うん、薬代がすごくかかってるんです、今、アビちゃんの。うん。アビちゃんの薬代がね、たくさんいるのでね、ぜひよろしくお願いします。ご支援よろしくお願いします。ね。で、X の方もやってますんでね、フォローしていただいてね、欲しいものですとかね、おじさんへのね、飲み物、食い物のね、差し入れ、プレゼントね、よろしくお願いしておきます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。明日、明後日夜勤なんで、もしかしたら今月はもう行けへんかもしれん。もう珍しく。もうだってもう行きすぎやろ。今月27回行ってんでちゃうから。今日28や27回行ってんで。1日しか行ってない日、1日しかないでゴールデンウィークあったのに。やばない行きすぎやろ。ちょうどいいね。ちょっとさ、飯食うでね。寝ます。ありがとうございました。いやー、ちゃぐら簡単だわ。